メルボルンよりオーストラリアグランプリです。本日激戦となることはほぼ確実でしょう。アルバートパークサーキットにやってきました。路面に凹凸がある 3.3 マイルのシティコースですが、高低差はそれほどありません。湖を一周するサーキットには16のコーナーがあり、ターン1、ターン3、そしてターン13への進入に DRS ゾーンが設定されています。これらがドライバーにオーバーテイクのチャンスを作り出すでしょう。解説はアンソニー・デイビッドソン。プロのレーサーの立場からレース前のプレッシャーについてお聞かせください。今グリッドに並ぶドライバーたちの頭の中ではどんな思いが渦巻いているのでしょうか。1コーナーへの進入を思い描いてアドレナリンが吹き出していると思いますよ。戦いに臨むようなものですから、気持ちが高ぶっているかもしれませんが、むしろそれでいいんです。スタートの瞬間と周囲のマシンに神経を集中させ、レース開始に向けて気分を盛り上げていくわけです。そろそろ今日のレースのスターティンググリッドを確認しましょう。昨日はしてやったりのバルテリボッタスがポールポジションからスタートします。2番グリッドを占めるのはセルジオペレス。残りのグリッドに移りましょう。フェルスタッペン、ハミルトン、シャルル・ルクレール、ガスリー、オコン、サムライ、ストロール、セバスチャン・ベッテル、フェルナンド・アロンソ。グリッドペナルティにより後ろからのスタートとなります。ライコネン、カルロス・サインツ、そして松下、ラッセル、ラティフィ、ランド・ノリス。グリッドペナルティが課せられます。ダニエル・リカルド、角田、ミック・シューマッハ、ジョビナッツィ、そしてニキータ・マゼピン。さて、それではコースに目を向けてみましょう。
前のマシンとの差は 1.8 秒。現時点で後ろのマシンの方がラップタイムで1秒早い。ピットウィンドウが開いた。このラップにピットインしろ。コースクリアだ。今だ、行け行け。予定したピットストップは消化した。このタイヤで最後まで走り通せ。MGUK がかなりくたびれてきている。 ERS のデプロイメントモードを下げた方がいい。ガスリーについての情報だ。深刻なトラブルらしい。リタイアするようだ。減速しろ。デルタが低すぎる。ペナルティを食らう前にペースを落とせ。
安全になった。グリーンフラッグだ。チームメイトに対するアドバンテージは 5.1 秒。タイヤカスを集めながら戻ってくれ。本日の優勝とともにチャンピオンシップも獲得です。本当に見事なシーズンとなりました。チーム全体に拍手を送りたいと思います。アンソニー、今回の勝利を呼び込んだ要因を教えてください。タイヤマネジメントの差が結果に出ましたね。ただスピードが出ればいいんじゃなくて、スピントやレース全体を通じて安定したスピードをキープすることが大事なんです。ラップタイムを維持しながらタイヤをいたわり、滑らかな走りを実現する。それが今日の決め手でしょう。さあ、選手たちが表彰台に向かっています。レッドブルチームの見事な勝利でした。本日のレッドブルが見せた素晴らしいレースに、私たちの腰は椅子から浮きっぱなしでした。チームを祝福しましょう。さて、ドライバーオブザデーについてです。アンソニー、誰を選びますか？角田裕樹に1票。コンストラクターの方はもう決まったようなものですが、一応確認しておきましょう。長く厳しいシーズンを終え、レッドブルが再び栄冠を手にしました。素晴らしいマシンを作り上げた彼らが、偉業にふさわしい成果をミルトン・キーンズに持ち帰ります。一方、アストン・マーチンは今週末も検討し、さらに順位を上げています。今回のウィークエンドはこれで終了です。ご覧いただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。